N2P の村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。今回ご紹介するのはこちら、ちょい足し具材総選挙納豆のブランドサイトみつかんです。推しの具材を投票し、結果をシェアした方にプレゼントが当たります。またそれが1位だった場合、さらに豪華プレゼントが当たります。それでは烈さん解説お願いします。はい、総選挙系投票キャンペーンということで、まあ、ぐでたまとのコラボキャンペーンになってます。でこの金の粒っていう納豆の、まあ、強みっていうのが卵醤油だれってことで、まあ、コラボ先にぐでたまを認定させてるということなんでしょうね。まあ、すでにこのキャンペーン第3弾ということで、まあ、商品と相性ぴったりな8種類のちょい足し具材を選ぶ形になっていると。で投票いただいた方の中から300名様にクリアファイルが当たる。でさらに投票したものが1位になった場合、その人にはさらに10名にクッションが当たるっていう2段階方式になっているというところですね。フォローして投票画面に行くと、これフォローします。まあじゃあまずフォローで戻って、投票サイトで投票する、これを押すと別ページが開くんですけど、なんとなくカンバセーショナルカードに近いような形でページが置いてあると。でツイッターを持つことで安心感を増しているのではないかなというふうな私の考えです。まあ、その場合結構この LP が背景黒なんですよ。なんで最近のツイッターユーザーっていうのがデフォルトの白画面じゃなくてダークモードにしている場合、背景をダークモードにしていることが多いんじゃないかなっていうマーケティング情報にこれは思えますね。結構黒画面がデフォルトになっているというところ、結構重要なところなんじゃないかなと思います。でさらにそのカンバーセーションのカードじゃない理由としては、まあ当然4つ以上置けるっていうところと、カンバーセーションのカードって投稿する必要が出てくると思うんですけど、まずタップすると、例えばじゃあ私の推し具材はやっぱオクラが好きですね、オクラって押すと取り急ぎ投票は完了するんですね。投票後にその後結果をツイートっていうところで結果をツイートしてやる、まずは投票はできる状態になっていると。でさらにこの OGP とかも出てくるようになっている、まあこの投票キャンペーンのパッケージ商品なんでしょうね。まあ、投票キャンペーンっていうのはユーザーの声でもあったりするんで、カンバーセーショナルカードとかツイートしたことで投票とする投稿必須っていうのにしてしまって、投票結果投票数が下がるよりは一旦投票してもらった方がユーザーの声を拾いやすいと思います。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。